記念物、記念物、記念物とは、文化財保護法、第2条第1項第4号に規定された文化財の種類の一つである。史跡、名称、天然記念物などの総称であるが、地方公共団体によっては、旧跡という種別を設けて、記念物に含めて文化財指定している場合もある。東京都、埼玉県など。これらの記念物は、動物個体に関わる、 天然記念物を除くと、いずれも土地に関わる文化財となっている。文化財保護法第2条第1項第4号には、と規定されており、遺跡、名称地、動植物及び地質鉱物を記念物に含めている。考え方としては、土地に記念された文化財という考え方から発しており、動物の種を指定した場合を除くと、 指定対象は、ある一定範囲の土地である。同法第7章、第109条から第133条まででは、史跡名称天然記念物を扱っている。これが、第2条第1項第4号の記念物に相当する。史跡名称天然記念物の指定基準として、特別史跡名称天然記念物及び、史跡名称天然記念物指定基準がある。 なお、指定件数は、それぞれ2018年、平成30年2月13日現在のものであり、史跡、名称、または天然記念物の、それぞれの重複指定がされている場合、重複分を含む件数である。重複指定されたものを1件とした場合の、実指定件数は3128件となる。地方公共団体が、条例の定めるところにより指定する。 記念物も上記の分類に準じている。記念物における二段階指定制度とは、文化財保護法において記念物として扱われる史跡、名称、天然記念物のそれぞれに対し、国指定のものに関しては、特に重要なものを選抜して、特別の名を冠し、特別史跡、特別名称、特別天然記念物の名称で指定する制度のことを言う。常実のように、 文化財保護法第2条第1項第4号では記念物に遺跡、庭園、自然的景観、名称地、貴重な動植物及び地質鉱物を含めており、同法の第7章第109条第133条史跡名天然記念物にその取扱いを定めている。その中で第109条第2項にとある。 これが2段階指定制度である。現行の文化財保護法では、文化財のいくつかの種類のうち、有形文化財、建造物や絵画、彫刻などと、記念物についてだけは、重要文化財や、史跡、名称、天然記念物に、指定された物件の中で、特に重要なものをそれぞれ、国宝あるいは、特別史跡、特別名称、特別天然記念物に指定している。 これは文化財保護法が制定された1950年、昭和25年当時の日本の財政状況や政治情勢では指定文化財のすべてについて必要十分な保護措置が取れないためにその時新設された無形文化財は別としても戦前の国宝保存法と史跡名称天然記念物保存法による指定物件を多く引き継いだ有形文化財及び 記念物の二種については指定物件の中から特に重点的に保護する対象を厳選する必要に迫られたためであった。今日では単に資料価値のランクのように扱われることがある。1919年、対象8年の史跡名称天然記念物保存法によって記念物の法的な保護制度が確立した。当時遺跡保存の運動の中心にいたのは 東京帝国大学で国史学教室を主催していた黒板克美であった。黒板は遺跡保存の先進地であったイギリスに留学経験のある日本の古代史学者であり、保存すべき対象として国史学で用いられることの多かった史跡の子を用いたのである。それに対し天然記念物、天然記念物の子を用いたのは、 東京帝大の植物学教授参考学である。彼はドイツに留学したが、ドイツには文化記念物、クルトゥール・デンクマールと自然記念物、ナトゥール・デンクマールの分類があり、このうちの校舎の概念を輸入した。記念物で指し示す中身が史跡名称天然記念物と長い名称となった理由、またこれを記念物として一括した理由には、 蒸気のような背景があった。1515 15年にローマ教皇レオ10世が画家、建築家のラファエロ・サンティを古代文物調査官に任命した。ヨーロッパではこれを文化財保護の歴史の講師であるとする見解がある。1666年スウェーデン王国で国王カール11世時代の政府が遺跡の保護についてこれを布告している。それは 我が祖先と全王国の名誉を高め得るような記念物、その地で、これまで生活した人々を想起させる古代記念物の保護であった。ヨーロッパで国家が文化財保護を行った最初である。1721年、ポルトガル王国で、神大王と呼ばれた、ジョアン・オセイが、ポルトガルに所在する15世紀から16世紀に、かけての大航海時代の歴史記念物の保護を定めた。 招直を発布している。1832年のコンスタンティノープル条約で、オスマン帝国から正式に独立したギリシア王国では、オソン一世一家の1834年に記念物法を施行した。オスマン支配の時代に、ギリシアの文化遺産の海外流出は著しく、その防止を図ろうとしたものである。1887年には、フランス共和国、 第三共和制で歴史記念物法が定められた。ヨーロッパの近代国家のほとんどは19世紀に文化財や記念物、遺跡保護のための法体系を整備していった。なお、日本の史跡名称天然記念物保存法の制定は1919 19年のことである。記念物においては史跡と名称など複数の種別にまたがって指定される場合も多い。例えば、 秋田県と青森県にまたがる、とわだこ及び、おいらせ定流は、その価値によって、特別名称と天然記念物の二つの種別の記念物に指定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。